そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえのか。左だからこうだね。決してここからだと入りにくいから、ちょっと横から1、2、3って感じ。ある。相手の半分のとこまでに自分の腰、半分のことみたいな感じ。トトン。同じ歩数で1、2、3、近づく、近づいたらちょっと離れすぎちゃった。1、2、3、相手の立ってる人の足のここまでちゃんと入れすぎない。この自分の目の前にある足のところに1、2、この自分のかかとの後ろにそれで体を反転させて3、この出口っぽいある、でつま先がこう少し膝をこうちょっと銀次君が三点倒立できなくてもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえのか。はい、おっぱい1、2ってついたら、ね、これ伸びきってると足がいかないから軽く曲げといて、うん、戻るときも同じ歩数で戻る。はい。はい。1、2、3。それをさっきの戻し違う。はい。この足は後ろのままで。2、3だろ。3だ。これを今足の横に持ってきて。いや横横そっちじゃない。でこっちの足を戻して。で少し。直角のところに立ってて1で2で3 1、2でこの角を越えて、で3でポンと、その方こう立つ、あ、わかる、はい、ここの角っこにつま先を合わせて肩幅に開いていて、これをね、足1個分ぐらい距離的にはそこにちょんと出ます、はい、でこの足をスルッちょんと持って、でこの足をドンって、で自分の線はこの畳の真ん中にこうなら、こういかこのでもこの土1、2こういった、ギュッギュッ、そうそうそう、それをちょっと止めたい、ハンバーグと横跳びみたいですのがある、はい。
背負い投げみたいにこう入れないようにして、つったら相手のこの脇の下にこの肘が入ります。うん、違う、背負い投げみたいに入れないです。こっちなんか。それで相手をこれ押しながら、こっちを押しといて前に引っ張りして投げる。こう押し込んどいて、足を引っ掛ける。押しといて耐えたところに足を出して前に。こう行ってこう行く。こう行ってこう行く。あ、ありました。ここに。これを取ってる。相手がこの前までできたらこう引っ張れば、相手の半分のところだけに自分が重なればいい。見てみこう引くだけだとカッカしちゃうから、これを横に取って、これを取ってみせる。でここをこう掴むのが反則だから、ここ掴むのが一番引っ張りやすいんだけど、そうできないからここで柔道着をこう締め、こうギュッて締めて、ギュッてこれで小指の方でギュッて出すようにして、ここが動かない。ギュッキン、器用な手を最後までコントロールして、それでこれ残るし、右手と左手がきっちょしだけど、こっちで器用な方からこう一度がそうじゃん、さすがに相手こっちに押しておいて、6、4ぐらいで、こっちの足の、出した足の方に体重がかかったのが、相手にこう、よくかかるようにした。で、前に引っ張る。で、足出すときも、重要なのは、あんまりこうやってね、近すぎちゃダメ。はい。近いと転べないじゃん。はい。こう出てくると、膝が曲がるじゃん。こうやって引いちゃうと、自爆でこう、抱っこされちゃう。相手こう、よくかかるじゃん。だから相手をこっちにこう後ろ向いた時に引っ張ると相手にこう掴まれちゃうから、そうしないためにこっちに引っ張ってくる。引くってマイナスね。はい。押す。でさ、左だとさ、かけづらいね。で、左の場合に体落とし使おうと思ったら、普段からやっぱり大外刈りでこうかけると返されるの怖いじゃん。はい。だけど、それをできるぐらい
見えてやってないと相手にガンガン取られて、次にどうなの、足が立ち引けるの、後ろに、はい、後ろにこうかけられた、そしたら体落としに入りやすい。右と左とかでやるとこういう状態になる、右左こういう状態になってるんですよ、右の人が。この状態だとパンと入りやすい。はい、こうやって、これもこう下げられて、ちょっとこうやって上から持たれて、ちょっとこう微妙にこうやって邪魔しないから、こうやってずっとこうやられたら、もうここまで行ったらさ、上がりがないの。そうなる前に、そうで、試合とかランベルの場合だと1、2、3、遅いの。だからもう動いてる最中で、こう相手がこういった時に、じゃーん、こっちからずこういったら、そこでもう1の足にしちゃう。動いてて、もうこう入ってて、動いてて、はい、動いて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 押したら相手がこう行く、したらその足をもう1の足として、トコーンと前に、そうそうそう。言ってことは分かるよね。この1本目の足をもう、こうやって、1、2、3じゃなくて、動いててさ、ここで、ああ、全部の技はそう。内股なんかも、もうこうやってて、1、2、3なんてやってればさ、バレちゃうから、もう、ギューってやってても、ああ、それが難しいわけ。ちょっとじゃあ、いい場所に動いてて。